豆腐やから、うん、普通の博多の塩じゃなくて、いや博多の塩でもいいと思うけど、はい、岩塩の方がミネラルが多く含まれてるから、塩は適当やけど大体 2g ぐらいかな。もう結構塩もガンガンってほどではないけど、別に塩の調整はしてない。普段取ってる分ぐらいは普段と一緒。ファンは見ちゃダメ。匂いやばいですね、この香り。OK、ビフォーを撮っとく。はい、こんな感じです。前回、ナバの時に、はい、同じお世話になりました、ひなちゃん、はい、よろしくお願いします。前日は初めてやからね。うん、まあでも今でもね、だいぶいいですね。はい、はい、いいです。こっからやっていきましょう。こっからはもうエグいことになるから別人で、はい、うつ伏せね。はい、はい、足からやります。はい、お願いします。はい、もうリラックスしといてください。はい、あ、確かに、はい、すごいですねこういってこういってこうみたいな。これでも動画で伝わるかな、このパチパチ感。でも肌の質感は、うん、ね、もう右やばいっす、左か、うん、こっちここもやばいですね。やばいですね、うん、もうバチバチ足綺麗っすね、よかった。うん、ハムが、うん、もうバチバチ、すげえ、めっちゃ綺麗、こっち綺麗ですよね。あ、OK です。はい、やります。ここがそこがめっちゃ綺麗なんですよ。ああ、ほんまですね。今、三角チョコパイ 20% 増量中なんだよく見といてください。それの意味分かる人おる詳しくは前回の動画を見て。もうめっちゃ綺麗、うん、見えてます、はい、めっちゃ綺麗。脱力してる状態でそんな分かんもんな、うん、すごいな、うん、すごいな毎度すごい。でもやっぱハム柔らかいからめっちゃやりやすいです。やってます、うん、交換しましょう。で、流すだけ、うん、流してまた軽く、はい、はい、
わすごい。このねえ、このね、こうすごいですよね、はい、こっちも見てほしい。ここ見てますか、見てますか。もう、うわ、パチ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 ですよ。すっごい張りがいい感じですよね。いい感じですね。うん、今からね、ちょっと、あ、もうすっごい、ここすごい、そこすごいですね、うん、今チョコパイゾーンやるんで、これから、うん、あ、そうそうチョコパイゾーン、そう、はい、でも今回そこまで出ないですか。出る出る、あ、出ます、一緒一緒、うん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 、めちゃくちゃ出す、うんうんうん、うん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 、あー、もういいっすね。なんか体めっちゃ張ってない？うん、張ってる張ってる。いや、もう、てかもうやるところがないぐらいいい感じかも。うんうん、すごい足、足でかくなりましたね。足でかなってると思う。ああね。あ、もうパリパリだわ。すでに。パリパリ。うん。増量中になってる。え、もう 20% どころじゃないですよ、これ。マジで。うん、この絵だけ見たらめっちゃ変ですね。ほんまに。ちょっと良くなりますもんね。うん、今から。リズ抜けてちょっと便が出たら。ね。うん。こんだけでも。このライティングでこの感じやったら、そうそう、体もだいぶ張ってきてるしな。一瞬トラックしたい。え、ビルダーですか？ビルダーですか？スポーツモデルちゃうやん。え、すごい。施術、施術後の足なあ、こうはね、うわ、やばない。これ。アフターですね、これ。アフターです。うん、どうすか、足。すんごい、すんごい。いや、やっぱ大きくなりましたね。すごい。パワーアップしてる、またね、ナバとは違う。すっごい。あ、いった。もう張り付いてるから。張り付いてますね。だいぶ。明日がピークですもんね。はい。あ、えぐ。外側ですか、外。やばいですね。筋肉ってこんなに膨らむんだ。すごい。脱力してたらこんなんなんで。え、脱力しててもですよ。しててもありますか。でも、めちゃくちゃ重たい。ほんま、これしすんのめちゃくちゃ重たいで。はい、お願いします。トリアンめちゃめちゃいい。めっちゃいい。やばいんちゃう。やばいやばい。やばいな、うん、めちゃくちゃ綺麗。うん、ケツがえぐい。やば。すごい。ボディービルボディービルです。明日はね、超スーパーライトヘビー。
いいね。うん、めちゃくちゃいい。めっちゃ暗い。うん。ありがとうございます。3食目牛肉弁当です。うまそうやな。これ何でなんですか。これは米が200ちょいと牛が150。牛も国産で。国産です。4食目もってます。4食目はホテル着いてからかな、うん、いただきます。やっと着きました。やっとホテル着いた。千葉駅からすぐ近くのホテル、はい、着きました。今日は、10時45分ぐらいに新大阪出発して、で都内に14時ぐらいに着いて、はい、で先にひなちゃんにカットダッシュの手術してもらって、うん、でそっからそのすぐ近くのところでカラーリング、はい、してもらいました。カラーリングもね、まだ流してないからあれやけど、それでも結構色入ってこんな感じ。やば。で今まだ、はい、水も抜いてないし、その状態でこんな感じやから、はい、かなりいいかな。ちょっと自分でめちゃくちゃテンション上がってるもんな。すごい。で今これ飯食ってないし。時間空いて体もめっちゃ外で冷えてるし、その状態でこれやから、あ、多分質感もわかると思います。これかなりいいかな。うん、うん、グッド。ほらもういいね。カラーが乗って、はい、これはちょっとやばいね。これはちょっとかなり期待できるんじゃないですかね。だいぶ。で、今から、4食目食べます、はい。今日のご飯はあと2回。うん、この4食目は、2食目に食べた鮭弁当。全く一緒ですね。と銀鮭が、150g ぐらいと白米が 200g ちょい。うひょー、うまそうやな。でラストの寝る前の食事は、はい、また牛肉。何時間後ですか。2時間ぐらいは空けたいかな、うん、2時間半後ぐらいかな。10時半ぐらい、うん、うん。鮭牛で分けてる理由とかあるんですか。な、単純に俺の体に合う油、はい、で、まあ、前回ちょっとピーナッツバターとか入れてんけど、はい、ナッツ類がそんなにいい反応せんくて、でもこの前の大会終わってからもうあのナッツ類はもう原料もアーモンドとか取らずに、はい、もうずっと夜寝る前は鮭食べてた。うん、でそれも前の減量の時とかだったら鮭食べても、秋鮭とか紅鮭っていう脂の少ない鮭やってんけども、はい、今回はもうがっつり脂の多い鮭に技として、
でそれを取って、でもう次の日朝一いつも体調子いいっていう感じ、うん、でその油もしっかり取りながら減量できてたから、でもこれ絶対合うわと思って、でも今回はそれでいってる。で牛も単純に合うし、でも単純に交互にそれを入れていってるだけで、ラスト牛にしてたんは寝る前最後の食事やから、牛の方がちょっと消化遅いからさ、でよりその寝てる時にゆっくり吸収させてあげたいなっていう理由。いただきます、鮭弁当。これなんかシンプルに普通にめちゃくちゃうまいで、これ、はい、マジで絶対美味しいっすね、それ。もう絶対美味しい。で何やったらな、これポイントは鮭1匹と半分やねや、はい、その半分もこの尻尾の脂の多いところの半分を入れてるっていう。うん、皮も食べると、うん、皮がうまいよ。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。これをいつも、はい、夜は白米なしだったから、うんうんうん、サーモンとインゲンとブロッコリーだけで、人間その究極を味わうと甘みって俺取ってなかったから、はい、さつまいもとかも食べてないし、究極を味わうと鮭の脂がめちゃくちゃ甘く感じる。ほんまにマジ。大会終わったらもうこれを量を気にせず好きなだけ食べたい。鮭5匹とか。もうでも明日の24時間後は、はい、もう大会終わって打ち上げしてるから、うん、もうステージ上がるまで24時間切ってるし、ほんまにいよいよって感じ、うん、ただでも全然緊張してない、うん、なんかこんなにすごいリラックスしてるのは初めてかな、うん、何も緊張してないし何も不安ないし、でもやってきたことを披露する発表会っていう感じかな、うん、試合、今まではなんか試合っていうイメージやったけど、でもあとステージ見てくれてる人がうわこの人すげえなーみたいな、スポーツモデルかっけーって思ってもらったらもう最高、うん、でその中でダントツで優勝するから、うん、マジで明日楽しみにしといてください。で今日まで減量実際7ヶ月ぐらい間大会終わってちょっと食べてしてたけど、で何回も次の日に戻したりしてたし、でもうぶっ通しでずっと7ヶ月減量してたみたいなもんやから、明日でそれがもう解放されるっていう。今は何食べたいとかいうよりかは何も考えずに普通に生活したい。ちょっとコンビニ行ってコーヒー買いに行って、あ、うまそうな新しいスイーツ出てる、買う、食べる、うん、でレジ行って、あ、アメリカンドッグ一つってやりたいよな、うんうん、もうそれができる幸せ、何も悩まんでいいっていう、うん、だったらこう裏見てカロリーとか見やもん、あ、うん、タンパク質がとか気にせんでいいし、それだけで幸せやね。コウスケさんがどんだけ食べるのかっていうのを見てほしいの。マジで食べへんキャラみたいに思われてるかもしれないけど、めちゃくちゃ食うから楽しみにしといて。で、食べた後の体の変化も楽しみにしてもらって。多分自分でもびっくりするぐらい食うな。腹いっぱいならんもん。なんねん、腹いっぱいなんねんけどすぐ腹へんねん、はい、だから僕でもそんなんやから、うん、減量ってしんどいんですよ、うん、ほんまに。減量簡単そうにしてるように見えるかもしれんけど、やっぱしんどい人間やから。私ほんまに
寝る前にいやこれ食ったろかなとか思う時も何回もあったしやっぱ実家行ったら美味しそうなカレーだったりとか、はい、ちょっと煮物とかでもさ普段と食べようと思うんけどさ、うん、そういう時ってやっぱ煮物ぐらいやったらええんちゃうとか思うよでそんなんもう一回食べ出したらきりないやん、いつまででも食べれるし、その1回が2回になるし、それをずっと繰り返すことによって有酸素頑張ってる意味もなくなるしさ、もうそれやったらもうとことん我慢して自分が決めたもんでやった方がいいし、で絶対食べることによって次の日後悔するの自分やから、自分の体に返ってくるからさ、マジで自分が食べたもので体作られてるから、だからほんまにそこはもう自分との勝負やね。だからそれをしてたから大会終わった後に差し入れもらって食べたりとかした時にうまさがもう100倍ぐらいになる、うん、明日一番最初に何食べるんだろうな。そうですね、みんな結構連絡くれて差し入れ持ってきてくれるみたいな、うん、悩むよね会場でちょっと広げて、って言わなこれや、うん、パンとかやばいもん、もう、うん、俺だって去年のコンテスト終わった時パン屋さんで1日2万使ったで。2万、うん、2万、パン屋3つぐらい行って、はい、さすがに全部食べられへんかったけど、うん、それでも帰って2万いったん全部で、うん、すごいですね、そんな額読みないですよね、うん、もう皿持って行ったら店員さんにさっきこれレジ置いときますねって言って新しい皿もあって通って選んでいって大家族、うん、気づいたらすんごい方なんだまあ、高橋もな、うん、9月の中からずっと見てくれてたもんな。はい、まあ、一緒にこうやって YouTube 見てくれてる人は、うん、そうそうそう、うん、じゃマジでほんまに自分が思ってた以上にこの YouTube でいろんな人の刺激になってるなって思うから、はい、なんかそれがあるから頑張ろうって思えたよな、ほんま今回は、うん、いやでもうん減量めちゃめちゃしんどいはずなのに、うん、めちゃめちゃ丁寧に解説するからすごいですよね、うん、一番わかりやすいあの体の時期なんかわかるんですけど、うん、ようそんなインターバルの時に解説できるなみたいなあの足トレが特にしんどかったな、あ、うん、いやほんまに僕が編集してて思うんでそれは、うん、はぁはぁ言いながらそうですね、うん、ただでもそれができんのって自分ぐらいしかおらんのちゃうって思う、うんうん、パーソナルトレーナーやし、うん、でプロ選手やし一応、はい、で体仕上がってるやんか、でまあ自分もいろんなお客さんとか見させてもらって、うん、そのすごいビフォーアフター、うん、体の変化感じれるようになって、でその人が実際に大会出て優勝してる人も何人もいるから、はい、で自分がそのパーソナルトレーナーとしても成績を収めてるし、うんうん、やっぱりそうなるとやっぱトレーニングに対しての教える知識っていうのはまあ自分で他のトレーナーよりはあるとは思ってるから、うん、で自分もそれを体作りで体現してるから、うん、でまあ実際トレーナーって誰でもなれる、なろう思ったらなれるからさ、でまあこの世の中そのいろんなトレーニングの紹介してる人っているけどさ、再生回数を伸ばすためだけにやってる人も絶対いるから、うん、1日にこれをやってたら腹筋がバキバキになるみたいな、うん、なるわけないし、はい、うん、そういうのを鵜呑みにして無駄なことに時間割いてる人もいるからさ、うん、それやったらこの人が言うことは絶対間違いないなって思えるように思ってもらえるようにしたい、うんうん、でこの人のことを聞いてたらめちゃくちゃ聞くやんぐらいの、うん、
だからそれでその人がモチベーションになってくれて筋トレ好きになってくれたらもうそんなもう最高やん。うん、そうですね。うん。だからね、これからも頑張っていきますよ。はい。うん。まあやっぱ人を指導する以上は挑戦し続けないとあかんと思ってるから。うん。うん、説得力に欠けるやん、うん、僕2019年ナバプロになったんですよ。そっから大会出てない、そのままでコンテスト終わるってなって、その人にずっと教えてもらいたいと思うか。うん、確かに。でやっぱりその最先端って常に学び続けないとあかんし、うん、で技術ってトレーナーの知識って、これもまだまだトレーナーとして未熟やと思うし、先がないんやな、うん、それってなんでかって言ったら、100人おったら100万、100通りの体の違いがあるから、じゃあ100通りのパーソナルが絶対あるわけだよ。そのシンプルなスクワットにしろ、それを通通せなあかんし、自分が一旦その選手でチャレンジし続けやるのもな。そうですね、うん、背中を見し続けるというか。そうそうそう、大変ですけど、うん、まあ、だから頑張れるんよ。うん、だから前のチャンネルでも言ったように、結局俺ってカッコつけやから、うん、だから今回絶対優勝するけど、まあ、それこそまあないけど負けたとしても、うん、やっぱカッコつけたいからチャレンジし続けるし、うん、それで勝ったとしても挑戦し続けるし、うん、だから勝ったまま勝ち逃げすんのはダサいって逆に思うから、うん、どっちにしろやる、うんうん、でそのやってる中で、この人こんな考えなんや、カッコいいって思えてもらえる方が俺は嬉しいかな、うんうん、だからこんなになんか一つのことに黙々とやってるのを YouTube のチャンネルで見れることってあんまり他ではないと思うから。そうですね、ましてや遠方の方だったり、だってやってやったり、そう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 、うん、パーソナルだけに来たくてもできない人でも、うん、YouTube 見ればみたいな。でほんまに作ってないから、すべてリアルをお伝えしてるから、うん、だから実際の僕っていうのはこんなんです、うんうん、だったら実際ちょっと道端で会ったりした時の方がカッコつけたりするから、うん、まあでも普段はほんまにこんな感じやし、うん、何も飾ってないから。だからトレーニング中とかも顔もぐちゃぐちゃやもんな、もう逆にあんな顔カッコつけてトレーニングできない。そういうところは僕は撮りたいですよね、うん、もらったみたいな、顎向きしゃくれるし、だいたい力んだしゃくれるから、ね、今日はもう半身浴、カラーリングの関係上半身浴は夜はできひんから、うん、はい、まあ、あと10時半にご飯食べて寝るだけ、はい、うん、で明日は9時に集合やから、逆算して何時か分からんけど、朝ちょっと早く起きて、うん、半身浴がてらカラーリング流して、はい、バチッと髪の毛決めて朝ごはん食べて会場に向かいたいかなと思ってます。はい、はい、OK です。この動画も早めにあげるんで、今何時ですかね、何時ですか、あ、今は8時半、日をまたぐ前に。マジでいけると思いますよね。ネット環境によります。まあ、無理せんよ。はい、大丈夫です。お願いします。はい、というわけでこんな感じで、はい、今日の一日ありがとう高弘。いい、まだ明日もよろしくお願いします。はい、楽しみにしてます。最高にかっこいい姿をそのカメラに収めてもらうから、はい、はい、見といてくださいみんな明日。はい、よろしくお願いします。では今日はおやすみなさい。 OK、 はい。